皆さんこんにちは、今回のテーマは文学と文芸の関係になります。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんは文学や文芸という言葉を聞いてどのようなものを連想しますか？今日はこの文学と文芸という言葉の関係、そしてそれぞれの定義を確認し、さらに文芸についてはもう少し詳しくお話をしてみたいと思います。なお、今回ご覧いただいている画像は、私が2016年に東京国立近代美術館で拝見した企画展、声の間全身詩人吉益剛造展のチラシになります。まずはじめに文学と文芸の関係ですが、それは割と単純で文学の中に文芸が含まれているというような関係になります。ではそこで文学とは一体何なのかということをお話ししたいと思います。文学は英語ではリテラチャーと呼ばれており、このリテラチャーはラテン語のリテラに由来しています。では、このラテン語のリテラという言葉が持っていた意味は何なのかというと、それは文字や文書でした。ということで、リテラチャー、つまり文学というのは講義では言語が文字として可視化された状態のものとなります。とはいえ、言語が文字として可視化されたものが全てすなわち文学に該当するとは言えないということは、皆さんもご存知のことと思います。では、言語が文字として可視化されたもののうち、文学になるものと、そうではないものを分ける要素は一体何なのでしょうか。ここで言語ということについてもう少し根源的に考えてみましょう。この地球上には数千種類の言語があると言われています。中には文字を持たない言語もあったりしますが、ともあれ今生きている人間のほとんどは言語というものを使っているわけです。ではなぜ人間は言語を使い始めたのでしょうか。それは端的に言えば生きていく上でそれが必要だったからの一言になってしまうのですが、そこで最も重視された機能を挙げるとするならば、それは情報の伝達となります。ですが、その情報というものに改めて目を向けてみると、実際のところそれらは大きく分けて次の2つがあることがわかります。その2つというのは、生きていくために本当に必要なものとそれほどではないものです。例えばそれは水に関する情報と、信仰や趣味に関する情報を比べると分かりやすいかもしれません。水がなければ人間は生きていくことができませんが、信仰や趣味がなくても人間は生きていくことができますよね。この2つは言い換えれば、実用的な情報とそうではない情報と言い換えることもできると思います。そしてこの2つについては、とりあえずこの動画が終わるまでは覚えておいてほしいと思います。そろそろ文学に話を戻しましょう。ここで少し想像をしていただきたいのですが、皆さんの前に言語が文字として可視化されたものがあったとします。もしそれが実用的な情報の伝達のみを目的としたものであれば、それは文学とは呼びません。逆にそうではなくて、
少しでも実用的ではない情報を含んでいれば、それは文学となる条件を備えているということになります。少し話が分かりにくくなってきてしまったので、このあたりでこの文学の中に含まれるものについてサクッとお伝えをしておきましょう。そこには口述する文芸に該当するものの他に、聖書のような宗教的なもの、哲学や思想に関するもの、また伝記、日記、随筆、そして紀行文なども含まれています。そしてようやくここで文芸の話になります。文芸というのは文学の中でもとりわけ書き手の創造性が強く反映されたものを指しています。少し極端に言い換えれば、書き手の創造力によって初めてそれが成り立つというのが文芸作品の重要な定義の一つと言えます。そしてこの文芸の領域の中にある作品については、先ほど述べた2つの情報、つまり実用的な情報とそうではない情報については、後者が圧倒的な比率を占めることになります。ではこの文芸の中に置かれるものはどんなものがあるのかというと、それは詩や小説などです。そしてこの文芸というのは文学の一部でありながらと同時に芸術の一部でもあります。この芸術の中には文芸の他に美術や音楽も含まれています。この美術と音楽はそれぞれ別の言い方をすれば、主に視覚を通じて認識する芸術と、そして聴覚を通じて認識する芸術と言い換えることができます。そして美術や音楽の作品というのは、それを生み出した人がいつどこに生きた人であったかに関係なく、私たちは視覚や聴覚を通じてその表現を認識することができます。しかしながら文芸の場合はこれと少々状況が異なっていて、書き手が制作の際に用いた言語を私たちがそのまま読むことができなければ、本当の意味でその表現を認識しているとは言い切れないのです。なのですが、その一方で文芸というのはやはり芸術の一部というだけあって、美術や音楽との共通点も見られます。例えば詩や小説を書くことに関しては、それぞれ制作の動機となった現実の物事が存在するということが多々ありますが、それらが作品中に反映される場合、そこには再現性というものが生じることになります。これは絵画との共通点になります。また特に詩の制作においては、韻を踏むということが行われる場合がありますが、これは同じあるいは似た音を特定の法則性のもとに配置させるという点で作曲と共通しています。はい、いかがでしたでしょうか。今回は文学と文芸の関係についてお話しいたしました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。